けましておめでとうございます。ひとみチャンネル、あきひとみです。今日はこちら、静岡県の三嶋大社にやってきました。めちゃめちゃ混んでおります。初詣に行っていきたいと思います。どうぞ。初詣の期間とかそういう特別な時はいつもこんなあの屋台がたくさん出ております。順路こんな感じで順路通りに行っています。この池がねとても美しくて、この屋台の背中とか見れるのとかね好きなんですよ。すごい美味しそうな焼き音とか匂いとかがある中、とりあえず参拝を済ませようとずっと並んでおりました。いつもね午前中、1日の午前中とかに行くんですけど、この日はちょっと遅い時間に行ってこのぐらいの列です。これはちょっとお正月にしてはまあちょっと列短いかなと。これずっとあるんですよねあなたの運勢のやつ1回ぐらいやったことある気がする、ね、お正月の音楽が流れる中、だんだん本殿へ近づいてもらえていっております。このしばしお待ちよう的な看板とかがすごい趣あって好きです。今できたらあとちょっとです。私はいつも真ん中で、真ん中のポジションでお参りをしております。やってきました。改めまして明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。さっき、周りを終わらせまして、お待たせをしてました。おはようございます。なんか前、黒だったんですけど、ここがくっついてるからいい。バナナが食べんだ。
さんも出たところにいつも甘酒で売ってるので、なんか毎年いつもいただいてます。いただきます。すごいナチュラルなやつですね。これでほっこりして、なんかこれで終わった感じです。のんびり飲みながら帰ります。あ、いや違う、マスクあるから飲むか歩くかどっちかして帰ります近くには名物の福太郎とか、もう一つエビス昆布、昆布茶、昆布そのものかな、まあ、まあお守りたくさん売ってます。お札とか矢とか、そんな感じで、あとさっきの、ね、屋台もたくさんあるんで楽しんで見てください。参拝に来られた方、今度大河がありますよね。北条政子のゆかりの地がいろいろあるので、そういった意味で楽しみだと思います。展示室とかあります。気になることは、所狭しとこんな風に出店が並んでます。射的とかそういうゲームの場所もありました。大社を出てそのまま下っていったところに、お人形さんたちです。服がね、いつもおしゃれなんです。なんか昔褒めてた、美味しくておすすめです。ありがとうございました。取れ高がすごく少なかったので、おせち的なのとお雑煮との今年作ったものを載せてます。こんな感じです。特に凝っておりません。お雑煮、適当にレシピを見てなんか煮込んだやつです。でもとっても美味しくできました。年越しそばとお雑煮、まあおせち的なもののレシピをですね、母から受け継ぎそびれてしまって毎年試行錯誤しております。大根が余ったので、なんか簡単に作れる一品料理ということで、こちらもたまたま見かけたレシピで作ってみました。父が伊達巻きなんか大好きなので毎年、まあ、買ってきたものなんですけれども必ず用意しています。ビッグはですね、家にたまたまあったちょっとお正月らしいものを用意しました。作った後に気づいたんですが、お正月用の器とかがあったんですけど今年使いそびれちゃってもうそのまま載せちゃいました。なのでちょっとお正月らしい雰囲気のためにこのビッグをかろうじて載せた感じです。でこれがですね、気づいたら毎年食卓に載っていたものです。普通にかまぼこを切って中にいくらを入れただけです。これ普通にお醤油つけて食べます。めちゃめちゃ美味しいです。ここ数年は毎年、地元に帰ってこんなお正月を過ごしております。この写真はですね、同じく地元で自分で撮った素敵な富士山の写真です。自分のちょっと身近な人たちに年賀でお送りした画像でございます。今年もよろしくお願いします。